方と演奏で男たちのメロディーでした。それではここで将軍の皆さんを私からご紹介させてください。まずリードギターです。吉野藤丸さん。アコースティックギターケイシー・ランキンさん。キーボード大谷和夫さん。エレキベースミッチー長岡さん。ラテンパーカッション中島治さん。そしてドラム山木秀夫さんです。以上将軍のメンバーの皆さんです。吉野さんね、はい、あの将軍の皆さんはみんなスタジオミュージシャンでしょ、そうなんです。で普段別々にお仕事なさってるわけですよね。はい、そうなんですけれども、あの将軍をねやっぱり最優先しまして、はい、グループの仕事をまず第一にということで、いろいろスケジュール合わせるのも大変ですよね。そうですね、その部分がやっぱり一番事務所でも困ってるみたいですそうですか。あのみんなねこうハイテクニックの持ち主で音楽的にぶつかるなんてことありますか。あの意外とみんなあの作曲とか作詞アレンジのこう分担が決まってまして、うん、そういう意味ではあまりさほど問題はないんですけどね。みんな大人なんでしょうね。そうですかね。今まで2枚ですか LP を。はい、今まで2枚出しました。3枚目の LP はいつ頃になるのかしら。あの夏に発売の予定で今、はい、あのレコーディングをしてます。ファンの皆さんお待ち遠しいですよね。待っててください。それでは今日はこれからレギュラーとそして将軍の皆さんとで今までの LP の中から演奏してください、はい、それはまずロンリーマンです。There's no other way that you can go.